現地を毎日毎日見に行きました。各地ずっと回ってですね、被害の状況、まあ、そこをですね逐一チェックをしていきました。私の方からですね、まあ、手を挙げましてね、はい、でなんとか現地手伝いたいんだと、あのヘリコプターで、国土交通省の上から現地に着きまして、はい、日常生活をね、はい、とにかく取り戻さなきゃいけないということで、まあそこはあのガスとかね、あるいは電気とか水道とか、あとまあ鉄道ですね、どこに障害者の方がいるかっていうのはその分からなかったんですね。そこはそこでそのいろんな障害者団体と連絡を取ってですね、援助どうするかっていう話をね、まあとにかくその何か足りないってなったら直接大臣に電話してですね、早くやってくれよっていう。市役所の対応もね、そういった災害対応に慣れているところと全く慣れてないところは、まあこんなに差があったんですね。それで住民の幸せが決まってくるわけですよ。人材をね、各市役所でも育てるし、日本版のですね、フィーマっていうのを作ってですね、目利きの専門家をですね、集団をですね、専門家集団を作って、その人たちがそういった、このノウハウをね、継続的に世代を通じて教え込んでいって、ずっとその維持してキープしていくということによってですね、日本の災害対応のスピードがですね飛躍的に高まると思ってます。